ゲオルギー・セミオノビチ・シュパーギンは、ロシア帝国、ソビエト連邦の軍人、銃器設計者。第二次世界大戦中に赤軍が使用した短期艦銃として、有名な p p s h 4 1の生みの親として知られ、同様に銃器艦銃の DSHK-38 を、バシーリー・デグチャ両夫と共同で設計した。シュパーギンは1897年に、 ロシア帝国のコブロフ軍で農民の家族の下で生まれ、1909年の12歳になる前に3年間学校に通った。彼は第一次世界大戦時に東部戦線で戦うため1916年にロシア軍に召集され、翌年には大砲の修理要員に割り当てられた。ロシア革命の間に赤軍に加わり、 ブラジーミル州における銃の整備士として働いていた。1920年には、ブラジーミルグリゴーリエビチヒョードロフとバシリー、デグチャリオフと共に武器設計に関わる仕事をして働いていた。いくつもの失敗作を作り続けた15年後の1938年に、シュパーギンの工房が DSHK3080 機関銃を発表した。これは、対人銃としても、 対空砲としても、さらには、携帯戦車兵器としても広く使用され、この銃は、約8000丁が、第二次世界大戦中に使用された。1940年に、ソ連軍は、PPD-40 に代わる、大量生産可能な、新型短期艦銃の開発を提示した。シュパーギンは、PPD 系を徹底的に分析し、 これをより近代的な生産方式で製造することを考えた。そうして開発された短期艦銃が p p s h 4 1である。安価でメンテナンスが容易な p p s h 4 1は第二次世界大戦中の赤軍の標準装備となる短期艦銃となった。しかし、軍当局は p p s h 4 1の生産が軌道に乗ると 少し材料を浪費していると考えるようになり、1942年にソ連軍は PPSH-41 よりコンパクトで制裁効率が良い新型短期間銃の開発を要求する。シュパーギンは試作短期間銃 PPSH-2 を提出するがアレクセイス大フが試作した PPS に敗れた。ただし PPSH-41 自体は TPS と並行して1945年まで生産され続けた。1944年にシュパーギンはソビエト連邦共産党に加わった。シュパーギンは1946年から1950年の時にソビエト連邦最高会議のメンバーだったが深刻な胃がんになり1952年2月6日にそれが原因で死亡した。 1941年に2級、スターリン賞。1945年9月16日には、新たな兵器の作成と赤軍の戦闘力を挙げた、功績により、社会主義労働英雄の称号を授与された。さらに戦時中の1941年、1943年、1945年に、レーニン勲章を、計算度受賞したことに加えて、 1945年に二級スボーロフ勲章と1938年に赤星勲章を授与された。キーロフにある通りにはシュパーギンの名を名付けられた。コブロフとキーロフにはシュパーギンの巨大なモニュメントがある。ありがとうございます。